フランク・ホワイトは、アメリカ合衆国、ミシシッピ州、グリーンビル出身の元プロ野球選手。宇ト・右内カンザスシティロイヤルズ一筋にプレーした1970年代後半から1980年代を代表する、名にいる一種。高校時代以降、カンザスシティ近くで過ごす。当時、アスレチックスがカンザスシティに本拠地を置いており、試合を、 よく見に行ったという。レジー・ジャクソンがデビューした頃のこととか、よく覚えてるよと語っている。1979年1969年、アリーグが12球団に拡張された際、カンザスシティ・ロイヤルズが新たに誕生。ロイヤルズが開設した野球学校を卒業して1970年にドラフト外でプロ入り。 1973年6月12日にメジャーデビュー。軽快な守備と、長打力こそやや低いが勝負強い打撃で、1970年代後半から1980年代にかけて、ルー・ウィテカー、ウィリー・ランドルフと共にアリーグを代表する二類種として、活躍。1977年には62試合連続、無失策を記録し、 初のゴールドグラブ賞を受賞。この年からの6年連続を含み、通算8回同賞を受賞した。1979年9月26日には、サイクルヒットを達成。1980年のヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズではチームをワールドシリーズに導き、MVP に選ばれた。LCS の MVP 表彰は、同年始まったばかりで、 その第一号となった。1981年オフには、ロイヤルズ単独チームの一員として来日し、各地で軽快な守備を披露した。1983年までは、最多でも11本塁打であったが、徐々に、長打力がつき、1984年には17本塁打、1985年には22本塁打を放つ。この年チームは、 アルクスで、トロントブルージェイズ相手に1勝3敗の不利な状態から3連勝して、リーグ優勝を果たし、ワールドシリーズでも、セントルイスカージナルス相手に1勝3敗から3連勝して、球団創設以来初のワールドチャンピオンに輝く。1986年にも22本塁打、自己最多の84打点を記録し、36歳に、 して、シルバースラッガー賞を受賞。この年出場したオールスターでは、マイクスコットから本塁打を打った。出場するにあたって、チームのリーメイ打撃コーチから、せっかく出るのなら、ホームランを狙って来いと言われていた。開催地ヒューストンアストロズのスコットに例ボールツーストライクと追い込まれたが、地元のファンが3級三振を望んでスコットに、大声援を送っており、 これに応えて3級勝負をしてくると読み、思いっきり振ったところ、本塁打になったという。また同年オフには、メジャーリーグオールスターの一員として、日米野球で来日。このシリーズでは、トニーペーニャ捕手が座ったまま二塁に牽制球を投げて、落合博光を刺したプレーが有名になったが、この時の二塁手はホワイトであった。 チームどころかリーグまで異なる選手との見事なコンビネーションであった。1990年限りで現役を引退。1995年5月2日には現役時代の背番号20が永久決番となった。同年、ロイヤルズの殿堂入りを果たす。引退後はボストンレッドソックスのコーチ、ロイヤルズのコーチや参加マイナーの監督、 フロントの養殖や解説者を務めた。長年のチームメイトジョージ・ブレッドとは1914試合に共に出場した。これは守備位置を問わず、2人の選手が同じチームで出場した試合数のア・リーグ記録であったが、1995年にルー・ウィテカーとアラントランメルのタイガースのキーストン、コンビによって破られている。ありがとうございます。